勝負上司勝負城は、武蔵国埼玉郡、新堀村にあった、日本の城。小学坊、足利重氏が、交渉2年に、金田式不足綱に命じて築城させた。城の竣工が5月5日の勝負の節句に出会った、ために命名された。天正18年小田原征伐の後廃城となり、以降は、徳川家康に仕えた、内藤正主が、 香山陣屋を構えて5700国を治療し、上級旗元として14代、幕末まで同地を治を収めた。京徳4年6月、足利重氏が室町幕府及び官僚上杉氏との交渉の過程で、鎌倉より古川へと転戦する際に、武州将婦に一時投入した旨の記述があり、この将婦を勝負の地に否定する説も有力。上主の金田氏は、 勝負佐々木氏とも言われ、大見国佐々木氏の末裔されるが、詳細は不明。初代の金田の立名は、小学坊、足利重氏の家臣となり、氏綱、荒和綱、定綱、頼綱と続き、六代、秀綱の時に、お市城主成田市長に属し、豊臣秀吉の関東進行により廃城。その後子孫は機能し、大塚勢を称した。金田氏の墓所は、 相当宗ヒサリンさん栄章寺にある。旗本内、藤家柏館、陣屋浦門勝負園の入り口には、旗本内、藤家柏館、陣屋浦門が1998年に移築されている。明治政府により陣屋は破却されたが、浦門は、寮内の名主だったミスケに引き取られていた。現在は、遺構は残っていないが、1996年に、 バス停建設による埼玉県道12号川越栗橋線の拡幅工事前の発掘調査が実施され、平安時代の竹穴住居跡や中世の堀と土塁上の遺構が出土。蒸気発掘調査により、14世紀の常滑山の亀や板火、16世紀の石臼や石粗り、鉄砲の弾丸、大量の土器、陶磁器、鋭楽通報などの古墾が出土した。 ありがとうございます。